はい、こんにちは、陽介辻です。私はフィジカルトレーナーやメンタルコーチ、あと本を書いたり音楽活動もしています。あとパーソナルトレーニングジムのボディプランニングの運営をしています。今回のテーマは、腰が軽くなるためのストレッチの方法と予防についてという話をしていきたいと思います。腰痛改善のお話をしていきます。はい、 で、まあ、の腰が痛い,し痛い人のためのね、必要なストレッチをお伝えするんですけれども腰痛はまあ状態によってまあアプローチが変わっていきます、まあ、いろいろ、ね、骨に異常があるかないかというだけでもね変わってはくるんですけれどもお、まあ、大まかな、ね、ガイドラインとして今回のストレッチを試してもらったらいいのかなと思いますのでよかったらやってみてください。 で腰痛持ちの人ってね結構多くて、まあ、痛みに、ね、悩んでる人はたくさん、まあ、いると思うんですよね。でとても辛いと思うんです。で私自身は、まあ、腰を痛めたということがまあほとんどないっていうかもうないに等しいですね。まあ、ちょっとだけ腰が張った時はあるんですけれども,も腰痛の経験はまあないって感じでなんですけれども。なんでね まああの痛めないかというと、まあ、痛くならないような、まあ、動きですねとか姿勢とかあとはまあ筋トレをしているということとストレッチもしているというのがまあ大きな、まあ、理由ですねで今回の動画を見てもらえると、まあ、私のように腰痛になりにくい体になれますので最後まで見てくださいねで動画の最後の方に 腰痛になりにくい筋トレの方法もご紹介しますのでよかったらそちらも参考にしてみてくださいであと私のチャンネルでは筋トレとか体作り痛みの改善メンタルなどを発信していますのでぜひねチャンネル登録をしてください、はい、じゃあ本題に入っていきたいと思います腰痛の原因は、まあ、の腰周りだけでなく、まあ、足とかにもね原因があります で骨盤につながっている筋肉とかねもうあの柔軟性とか筋力を考える必要があって、まあ、今回は、ねまあ、その柔軟性についてね、まあ、伝えていきたいと思いますので、まあ、よかったらねちょっと参考にしてもらったらいいんじゃないかなと思います。で腰痛改善に必要な柔軟性は、まあ、ハムソリングス電筋、まあの,の柔軟性が大切になります。まあ、ハムソリングスっていうのは 太ももの裏ですねのまあの筋肉になります。で、前筋はお尻の筋肉になります。この柔軟性をしっかり取ってあげることで腰痛の緩和にもなりますので、も、まあ、よかったらねちょっとやってみてほしいかなと思います。で、その前にストレッチの基本っていうのがあります。で、一応4つあげますので、よかったらねこれをま念頭に置いてストレッチをしてもらったらいいんじゃないかなと思います。 1一つのポーズは約30秒は伸ばしていきましょう。で呼吸はゆったりと深くしていきます。まあ、ゆっくり鼻から吸って長く呼吸をふーっと吐き出す感じですね、まあ。吐き出す呼吸をもう本当に10秒以上とか20秒30秒ぐらい吐き出すぐらいの感じでやってもらったらいいのかなと思います。で痛すぎず痛気持ちいいぐらいの気持ちで伸ばしてみましょうというところで。 どうしてもストレッチする時に痛いぐらいまでやる人って結構いるんですよね。で痛いところまでやるとちょっと怪我とかの原因とかになってしまうのであんまりね痛すぎない方法でストレッチをしてほしいかなと思います。まあ痛,痛気持ちいいかなというぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、であと緩む感じとほぐれていくイメージをしながら。 あのストレッチをしてほしいかなと思います、まあ、緩んでいくほぐれていくっていう,こう楽な感じで、まあ、イメージしてもらったらいいのかなと思いますのでよかったら参考にしてみてください、はい、でこれからストレッチの方法をお伝えしますが一応、まあ、静止画で流しますので、まあ、ご覧いただきながら、まあ、実践もねしてもらったらいいのかなと思います、はい、じゃまず方法ですねまず仰向けになってみてください仰向けになって両膝を曲げていきます で両膝を抱えてで膝を胸に引き寄せる感じで持っていってくださいでちょっとねこう足が胸に,胸につくっていう感じだけじゃなくて少しお尻を持ち上がる感じをとってもらとオと OK です <laughs> で伸ばしてる筋肉は腰ですね腰周りの筋肉を伸ばしています、はい このストレッチをまあ30秒ぐらい続けたらじゃあ次ですね。片足下ろして片足抱えのストレッチをしていきます。で、片足だけ抱えて胸に引き寄せていきます。これ伸ばしている筋肉はお尻の筋肉になります。はいで、その抱えている足の膝を伸ばしてで上の方に上げてみてください。で、このストレッチはハムストリングスのストレッチになります。 ハムストリングスは太ももの裏ですね太ももの裏が伸びているのを実感しながらしっかり伸ばしてあげてほしいですで腰痛,の腰痛の多くの人はここが硬い人が多いので,でここをしっかり伸ばすことが改善の、まあ、ポイントにもなっていきますであとかかとを天井に突き上げるように持っていって、まあ、膝はね完全に伸ばしきらなくても OK なので太ももの裏がね伸びているのを感じてもらったらいいかなと思います で、その上げた足の足首をその曲げた足ですねに膝にかけてでそのまま足を持ち上げます膝の角度はですねまあちょっとこう開く感じで持っていくといいのかなとで持ち上げた足の足にまあまだから手を入れて手を通すとまあ持ちやすいんでまあそういう形でまあちょっと見ても 写真見てもらったら分かると思うんですけどもその,そのような形でねちょっとストレッチをしてほしいですちょっとお尻硬い人はきつい姿勢になりますけども、まあ、いい感じのストレッチかかりますのでこれもちょっとしっかりやってみてくださいで30秒たったら足を下ろしてそのまま体をねじっていきますこれは体幹ねじりですね腰回りのストレッチをしていくっていう方法になります一応このな流れでやってもらうとまあ覚えやすいかなという 感じでまあ簡単にできますので、まあ、ちょっとこう実践してやってほしいかなただちょっと注意点としては、まあ、腰になんかこう違和感があったりとか痛いなと思う時は、まあ、無理せずにですね、まあ、できるやつをチョイスしてやってもらったらいいかなと思います。 痛いのを、ね、無理してするのが一番良くないんでそこちょっと注意して、まあ、ストレッチをしてみてください、はい、ではね、まあ、ちょっと後半になってきたんですけども、まあ、腰痛にならないための、まあ、筋力もねちょっとつけていってほしいんで、まあ、軽くね紹介していこうと思いますで、まあ、いくつかまあ出すんですけれども、まあ、私の動画の方でも紹介はしてますのでそちらもまあ見てもらったらね参考になりますので他の動画も見られてください はい、でまず体幹をしっかり鍛えていくということで四つん這いをまずなります。で四つん這いの状態で、まあ、手を伸ばしたりとか足を伸ばしたりとかでもしくは例えば右手を伸ばして左足を伸ばしてで肘と膝をくっつけるっていう、まあ、体幹の、まあ、トレーニングの一つではあるんですけどもこれは結構簡単で楽な感じでそんなに強度は強くないんで体をほぐす感じのイメージで。 やっってもらったらたいいいのかなと思いますで次はね、まあ、これ有名なんですけどもプランクですね肘ついて体を保持するっていう方法ですねこれも体幹をしっかり鍛えていけるまあ結構簡単でできるトレーニングですけどもちょっと大事にしてほしいのは腰が反って腰に負荷がかからないように気をつけてやってほしいかなと思います、はい、で次に まあ、プランクよりちょっと強度が高くなってくるんですけれども腕立て伏せの姿勢を作って手を前に進めていくっていう方法ですねこれちょっとね難易度が高くてちょっときついトレーニングなんで、まあ、できる人腰がまあだいぶ治ったかなという人はちょ,ちょっとチャレンジしてほしいかなと思いますでこの動画もねちょっとあの作っていますので、まあ、ちょっと関連のところに載せておきますのでよかったらそちらを見てちょっと参考にしてもらったらいいのかなと思います でまあ、一応体幹だけの一応トレーニングを紹介をしているんですけれども、まあ、できればね全身の,あの筋トレもねやってほしいかなと思います特にももの筋肉とかね太ももの表側の筋肉とかあとはまあ背中周りの筋肉とかですねまあその辺をしっかりトレーニングをしてあげて、まあ、痛くならないようにねやってほしいかなと思います。 でやっぱりねこう体が強くなればね腰痛,腰痛にもなりにくいしでまああの予防とかも含めてですねまあ、しっかり取り組んでもらったら全然ねこう腰痛とか無縁になりますので頑張ってやってほしいかなと思いますあとはまあ筋トレで言えば継続ですね、まあ、継続は力なりですあああとはまああの 自分がいつも言ってるんですけども思いの力は体を変えるんで、まあ、そう思って自分の体をねあの信じて取り組んでくれたらいいかなと思いますのでぜひぜひねチャレンジしてみてくださいはいであと私のチャンネルでねあの、まあ、筋トレとか体作り痛み改善とかねメンタルとかの発信をしていますので、まあ、よかったらチャンネル登録をしてください、はい、でこれからもね頑張って発信していきますので今後もよろしくお願いいたします 最後まで見ていただいてありがとうございました陽介辻でした。